続足長おじさんは、ジーン・ウェブスターの小説。彼女の代表作、足長おじさんの続編として1915年に発表された。主人公サリーの所管集としての形式をとる。足長おじさんの主人公ジュディが結婚後、彼女が育った、個人ジョングリア・ホームの改革権を、夫からプレゼントされ、実際の改革を行う委員長として、 大学時代の親友サリー・マックブライドを指名する。裕福な家庭で何、不自由なく育ち、それまで孤児などに全く関心のなかったサリーは、戸惑い、悩みながらも、持ち前のユーモアと実行力で、変わり者のマックレイ医師や、大学の同窓生、ベッツィ、兄ジミーとその友人たちと共に、ジョングリアを模範的な孤児院に変えていく。後輩しきった。 個人の立て直しの中で彼女自身が成長し、生きる目的や真実の愛を見出していく物語である。本文はほぼ一年間にわたって、サリーからジュディ、マックレー医師、恋人である国会議員、ゴードンなどに当てて書かれた書簡集の形式になっている。現代のディアー・エネミーは何度も衝突を繰り返すマックレー医師に当てて書かれた手紙の書き出しから、 本文中には発刊当時には一般的であったと思われる精神疾患や遺伝子疾患への誤った知識や差別的表現なども多い。しかし、それらが物語の根幹をなす部分でもあるために、現在では新薬の発刊は困難であると思われる。松本慶子訳、足長おじさん新調文庫、1961、開版版。 ISBN 9兆7841億208万2027黒柳和代役俗足長おじさん新潮文庫2017 ISBN 978から41億208万2041ありがとうございます